スター・ジェル・シンプソンは、アメリカ合衆国ケンタッキー・州ジャクソン出身の、カントリー歌手、シンガー・ソングライター、俳優。2013年にデビューアルバム、ハイトップ・マウンテンを発表。2014年の2作目、メタモダン・サウンズ・イン・カントリー・ミュージックは、グラミー賞の最優秀、アメリカーナ・アルバム賞に、ノミネートされる。アトランティック・レコードと契約しリリースした3作目。 エイセーラーズガイドツーアースは第59回グラミー賞で最優秀カントリーアルバム賞を獲得した。2019年には4作目のアルバムサウンドフューリーを発表。2020年に5作目のアルバムカッティングラスボリューム1をリリースした。俳優として2011年からいくつかの映画やテレビシリーズに出演するようになり、 2019年には映画デッドドントダイ、クイーン,ンスリム2020年には映画ザ・ハントに出演した。スタージル・シンプソン1978年6月8日、ジョン・スタージル・シンプソンはケンタッキー州ジャクソンで生まれた。父親はケンタッキー州警察の警察官で以前は麻薬の秘密捜査に従事していた。父親の仕事の関係で彼は 家族と歴史ントン郊外のベルサイユに移り、ウッドフォード軍の高校に通っていた。母親の家族は単行労働者であり、スタージル・シンプソンは母親があの家族の中で鉱山で働かなかった最初の男である。スタージル・シンプソンは彼の学歴について優れた生徒ではなかったと語っている。彼の両親は彼が7年生の時に離婚し、高校時代には麻薬を売ったり、 LSD を摂取したりしていた。彼は、ウッドフォード高校を、過労じて卒業し、アメリカ海軍に入隊した。海軍で3年間、フリゲート艦の戦闘情報センターで働いた後、スタージル・シンプソンは日本でしばらく過ごした。その後、エバレットとワシントン州シアトルに住み、アイホップで、ウェーターとして働いた後、ケンタッキー州歴シントンに戻った。2004年にカントリー。 ロックバンド、サンデーバレエを結成し、ポートランドで開催されたピカソンフェスティバルで演奏したが、それは大失敗だったと後に語っている。スタージェル・シンプソンは、ソルトレークシティのユニオンパシフィック鉄道の貨物、輸送ヤードでの仕事に従事し、最終的にはマネージャーとなる。彼は、妻と友人に説得され、音楽に真剣に取り組むようになり、サンデーバレエに戻り、 バンドでアルバムを制作した。2012年にグループが解散すると彼と妻はナッシュビルに引っ越した。スタージェル・シンプソン2013年ソロデビューアルバムハイトップマウンテンを自主リリースで発表した。2014年2作目のアルバムメタモダンサウンズ・イン・カントリー・ミュージックを自主リリースし好評を博した。 アルバムは第57回グラミー賞の最優秀アメリカーナアルバム賞にノミネートされる。2016年アトランティックレコードと契約し3作目のアルバム A セーラーズガイドツーアースをリリース全米3位を記録する。アルバムは第59回グラミー賞では主要部門の年間最優秀アルバムにノミネート最優秀カントリーアルバム賞を獲得した。 2019年、4作目のアルバム、サウンドフューリーを発表する。アルバムは、第63回グラミー賞の最優秀、ロックアルバム賞に、ノミネートされた。2020年、5作目であり初のブルーグラスアルバムとなる、カッティン、グラスボリューム1、ザブチャーショッピーセッションズをリリースする。スタージルシンプソンはしばしばウェイロン・ジェニングスや、アウトローカントリーのジャンルと比較されている。 シンプソン自身は、ウェイロン・ジェニングスよりもマール・ハガード、ウィリー・ネルソン、キース・ホイットリー、マーティ・ロビンスの方から大きな影響を受けたと述べている。スタージル、シンプソン夫婦には3人の息子がいる。2016年のアルバム、エイ・セーラーズ・ガイド・ツー・アースに収録された、大皿は、妻に捧げられた曲である。スタジオアルバム、ありがとうございます。